実りの秋です。山の目町の幼稚園では今日園児たちが鎌を使って稲刈りに挑戦しました。稲刈りに挑戦しているのは山の目町のゆりかご幼稚園の年長の園児たち50人です。園では米作りを通じて食の大切さを学んでもらおうと、4年前から米の田植えから収穫まで園児たちの手で行っています。園児たちは今年5月、園のそばに広がる30アールの田んぼで雪若丸の田植えを行っていて、今日は待ちに待った収穫日です。地元の農家も参加して、園児たちは鎌の使い方を教わりながら、大きく育った稲をしっかりとつかみ、次々と刈り取っていきました。たくさん取れたね。うん、2回目取れた。2回目なの？うん、嬉しい。初めて。楽しい。5個ぐらい取った。収穫したお米、みんなは何で食べるのかな？納豆。梅干し。いきます。刈り取った稲は子どもたち自らリレー形式で運んでいきます。チームワークもバッチリです。天日干しをする場所まで声を掛け合いながら運んでいました。子どもたちの笑顔を見ていると元気をもらって稲刈りできています。美味しく食べていただけることが生産者にとってもすごく励みになることだと思いますので、嬉しく思っております。今日園児たちが収穫した米は2週間ほど天日干しした後、来月行われる園の芋煮会でみんなで食べるということです。うん、稲を運ぶ作業みんなで協力して息ぴったりでしたし、うん、何よりも笑顔がはじけてました ね楽しそうでしたね。子どもたちは田植えから今日まで何度も田んぼを見に来ては絵に描いて楽しみにしていたそうですよ。そして来月の芋煮会でみんなで食べるということですが、その里芋も育てているそうです。自分たちで作った食べ物ですから、より美味しく感じるんじゃないでしょうか。楽しみですね。